ホリエクワジロウは幕末の写真家、科学者。四天王寺のホリエクワジロウの破滅藩士。長崎海軍練習所において、ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデル・ホールトに、蘭学、特に科学を学ぶ。ポンペはこの時、写真術の基礎も教えた。同じくポンペに教えを受けていた、上野彦馬と友人になる。1859年、スイス人で、プロの写真家であるピエール・ロシエが、 ネグレッティザンブラ社の特派員として長崎を訪れ、ホリエや上野、前田玄三らに本格的に写真術を教えた。ホリエらはロシエに長崎周辺を案内し、ロシエは寺院、古事記、相撲の観客、外国人居留地、さらにアレクサンダー・フォンシーボルトと侍の写真を撮影した。1860年もしくは1861年。 堀江は、藩主、東道高之の支援を受けて、出版写真機と、必要な化学品を購入した。代金は150両であった。上野はこの機材に興味を持ち、堀江と共に、津藩の江戸屋敷に向かった。1861年、堀江は、津藩邸で働く上野を撮影している。1862年、堀江と上野は共同で、科学解説書。 精密極筆形を執筆した。これは、オランダの科学教科書から内容を抽出したもので、あるが、付録として、撮影術と称してコロジオン法と共にニセフォール、ニエプスのアスファルト印刷法も紹介している。また付録には、日本における最初のリッソグラフの説明も含まれている。ホリエは、後に、写真家として有名になる、内田91に、薬理学を教えている。 墓所は、三重県津市の四天王寺。ありがとうございます。